リーベルプレートフットボールグルブは、かつてウルグアイの首都モンテビデオを本拠地としていたサッカークラブである。アマチュアリーグ時代に4回国内リーグを制した古豪。1897年、モンテビデオ校の従業員が集まり、リーベルプレート FC が結成された。当初は、カガンチャ FC での登録を予定していたが、当時の協会が英語名称しか受け付けなかったため、ラプラタ川を意味する。 リーベルプレートと名付けられた。ブエノスアイレスに CA リーベルプレートが誕生する4年も前のことである。1907シーズンにプリメーラリビシオンに昇格すると翌1908シーズンには初優勝を遂げた。その後、1914シーズンまでの7シーズンの間に4回のリーグ優勝を達成した。1912シーズンには アルゼンチンの強豪ラシンクルブを破って、コパデオノールクセニエールの国際タイトルも獲得した。しかし1920シーズンを最後に、セグンダディビシオンに降格し、1925年にクラブ解散した。1932年に創設された CA、リーベルプレートは、かつての強豪リーベルプレート FC に敬意を表して命名されたもので、 ユニフォームも同じデザインが採用されているが、組織としての連続性はない。現在のセグンダ・ディビシオン・プロフェッショナルの源流となるリーグで1903シーズン -1914 シーズンに開催されていた。ありがとうございます。